フィリピンの歴史では、フィリピン共和国の歴史を述べる。フィリピン史は先スペイン期、スペイン植民地時代、アメリカ合衆国植民地時代、独立以後の時代に大別される。カヤオ洞窟、ビナンゴナン、バエコ、マニラタボンホラーナフィリピンに残る。古代の遺跡詳細は、W. プリーヒストリー・オブ・ザ・フィリピンを参照詳細は、カヤオ人を参照カガヤン州。 ペニャブランカのカヤオ洞窟から6万7千年前のアジア最古のホモサピエンス、カヤオ人の人骨が出土。パラワン州のタボンホラーナで見つかった約1万6500年前のものとみられるタボン洞窟人の人骨と石器、コウモリや小哺乳類の骨などである。人骨は亀管に収められており、これを中国の風習の影響と見る人もいる。10、詳細は ネグリトショウまた、リサール州のビナンゴナンでは、紀元前3000年前の暗語のペトログリフが見つかった。これらの遺物を残したのは、ネグリト人やオーストロネシア人よりも前に、フィリピンに住んでいた人によるものと考える人もいる。これらの住民との関連性は不明だが、これら住民を除けば、フィリピンの初期の住民は、ネグリト人と考えられている。 ネグリト人もいつから住んでいたかは不明である。2万年前ぐらいと考える人もいる。31。ネグリト人は従来オーストラロイドと考えられていたが、遺伝子研究によりオーストラロイドの要素を含む、新モンゴロイドであるとする説もある。15。詳細は、オーストロネシア人の拡大を参照それに続いて、オーストロネシア語族の士族マレーポリネシア語派が、 紀元前4000年頃に到来した。当初は、ネグリト人は沿岸に住んでいたが、原始マレー系住民に追われて、山岳地帯に住むようになった。原始マレー人は、製鉄と考えの技術を持っていた。31、紀元前2000年前1500年にはコマレー人が、水田農耕を持って移住したとされる。ルソン島カガヤン渓谷、ソラナ島遺跡から稲が出土している。 紀元前500年から13世紀にかけて、新マレー人が移住を続けた。3世紀には、フ不ン国の交易相手として、キョノベスの記述があり、フィリピン諸島と見られている。交易品目は、イモシャコ街。西暦300年から700年頃には、東南アジアの島々では、海洋民族が活躍しており、インド文化圏の仏教やヒンドゥー教の影響を受けていたとみられる。 特に、スマトラ島のシュリービジャヤ王国やジャワ島のマジャパヒト王国は、公易を通じて文化の発信源となっており、フィリピンにももたらされた。現代フィリピンのタガログ語にもサンスクリット語を語源とする単語が多い。33、詳細は W、ヒストリーオブザフィリピンを参照古代のフィリピンに関する情報は、東南アジア諸地方の中でも非常に少ない。これは、 フィリピンがユーラシア大陸から見て遠隔地なためフィリピンの歴史を目撃する他民族にあまり恵まれなかったという事情もある。またフィリピンは熱帯のため考古学的異物が腐って残りにくかったという事情もある。そのため歴史研究家の中にはフィリピンにはスペイン時代以前に誇るべき歴史がないと断定する人もいる。百二、トンド王国。 編集詳細は、トンド王国を参照ラグナ同伴碑文。審議は確定していないが、西暦900年に当たる日付が記された、裁判記録。ただし、この時代の様子を伺う資料が全くないわけではない。1990年、ルソン島のバエコで、釈迦期限822年の日付が入った、ラグナ同伴碑文と呼ばれる、金属板が見つかった。これは、 早期カビ文字に属する文字で書かれた一種の裁判記録であり、この時代にフィリピンにある程度の文明社会があったことを証明するのに十分なものだった。ただし、出自があまり明確ではなく、心害は確定していない。7時59分、トンド王国は中国、東南アジアインドアラブとの中継貿易で栄えた海洋国家である。中国の記録には、 ルソン国が首都をトンドに置くという記述があり、モンゴル帝国に敗れた南総の残党が海を渡り建国したという伝承が残っている。キングダム・オブ・ナマヤン編集詳細はキングダム・オブ・ナマヤンを参照イツ編集詳細はイツを参照現代の司書文献通行によると982年にフィリピンと思われるイツ国の商人が交易品を積んで 公衆を訪れている。また、1225年の著書、書しげる詩では、この時代のフィリピンの人は、木綿の布で、体全体、または下部を隠しており、聖堂の心臓を草原に置いており、中国やアラブ諸国とバーター貿易していると、解説されている。旧フィリピンの言語には中国語由来と見られる。経済用語も多い。33、14世紀の遠い史略にも、 マニラを意味するアサザとの地名が見られる。241コンフェデレーション・オブ・マジャーズ。編集詳細はコンフェデレーション・オブ・マジャーズを参照カバの単国。編集詳細はブトゥアン王国を参照ミンダナオト北東部のアグサン川流域のブトゥアンにあった中継貿易で栄えた海洋国家で10世紀頃にはすでに戦場やマレーなどとの交易を行っていた。11世紀までに ブトゥアンはフィリピン諸島の交易、商業の中心となっていた。1521年にフェルディナンド・マゼラン一行がアグサン川川口に怒りを卸ろしみさを行った記録が残っている。ルソン・マラッカ・カントン・ジャワブルネー15世紀後半のマラッカとの交易都市、ブトゥアン・スールー・マギンダのスペイン到来前に存在した主張国14世紀後半には中国東南アジア・インド中東をつなぐ 航路上で海上交易を行っていたイスラム商人の影響でフィリピン諸島にもイスラム教が広まる。1433年にはネグロス島の主張カランチアオが刑法を制定したとされているが疑わしいと考える人もいる。89、15世紀後半にはマラッカ王国を中心とした貿易が盛んになったインドのマラバール、コロマンデル、グジャラートやジャワと共に ルソンからも多数の商人がマラッカを訪れて貿易した35、16世紀のスペインが到来する直前、ルソン島はブルネーの影響にある都市が多く存在した。その市長の何人かはブルネーのスルタンの娘を妻としていた。最大都市マニラには6000人規模の集落があり、その他にも南西部沿岸に都市があった。主な交易品は輸出品として金、蜜楼、蜂蜜、 素朴であった。輸入品としては陶磁器、織物、金属製品、日用雑貨などだった。輸入された鉄製品は新たに物として作り直された123。陶磁器は倉庫ロクなど中国や東南アジア各地のものが確認されている。また、フィリピンにはバランガイと呼ばれる数十個を単位とする集落が数多くあった。バランガイの語は船を意味するマレー語に由来しており、 元は、マレーからの同一の漂流集団と見られている。バランガイは相互に交易も行っていたが、特定の国家に支配されているものではなかった。34。マギンダナ王国。編集詳細は、マギンダナ王国を参照また、フィリピン南部のミンダナ王島には、ジョホール王国からセリフ、カップンスワンがやってきて、マギンダナ王国を建国した。スール王国。編集詳細は、 スール王国を参照1380年、シニヤネルにメッカから EN マクダム・カリームがイスラム教をもたらし、フィリピンで最初のモスクイエ n シェイク・キャロミル・メイクダムモスクを建設した。1450年頃にパレンバンから来たアブバクルがイスラム国家のスール王国を建国した。いずれもスマトラからの有力移住者が 地元の有力者と婚姻を結んでできた王朝である72アサザトロ編集詳細はキングダム・オブ・メイニラを参照都市国家の一つにマニラ王国があった。民の時代には歴史的交流のあった同じ海洋国家のマライ人系商人らを通じ一部のルソンの人々はイスラム教を取り入れていた。15世紀頃の地図婚一強尻歴代国との図には フィリピンのあたりに多くの島が描かれており、中にアサザトロと読める箇所がある。旧1500年代諸島、ポルトガル人はマラッカ王国を征服する前に立ち寄った中国とマラッカの間にある貿易国家をルソニア、またはルソンと記している。日本の商人もルソンと交易した記録が残っていて、戦国時代に堺商人のナヤスケザエモンが、 貿易省を営んで巨万の富を得た逸話は最もよく知られている。また、使用開始時期は不明確だが、1603年のスペインの報告書によると、当時のフィリピンの一部では、売買員と呼ばれる文字が存在していた。59。セブ王国。編集詳細は、ラジャネート・オブ・セブを参照ビサヤ諸島にあった、中継貿易で栄えた、ビサヤ族の海洋国家である。 公実するイスラムの部族長ラプラップによるマクタン島の戦いの舞台となった。詳細は W ヒストリー・オブ・ザ・フィリピン及びフィリピン総督領を参照1521年のマクタン島の戦いにてフィリピンを訪れた最初のヨーロッパ人探検家マゼランを殺害したラプラップ王の像。1521年にフィリピンに到達したスペイン王国の航海者フェルディナンド・マゼラン。 フィリピンに到達した初のスペイン人は1521年のマゼラン率いるスペイン戦団である。マゼランはフィリピンにたどり着くと、鎧と槍、火ひなわ銃、大砲などの武器の威力を背景に、部族長たちに対して、スペイン王への服属及び長行とキリスト教に、回収したセブ王への服従並びに、キリスト教への回収を要求、部族長を次々と服従させていった。 しかしイスラムの部族長ラプラプはこれを拒絶した。マゼランは激怒し、1521年4月27日、ラプラプ討伐のため幕担当英軍を派遣した。ラプラプ軍は、甲冑で身を固めたスペイン兵の足が無防備なことを見抜くなど、巧みな戦術によって、マゼラン軍を破り、ついに、マゼラン本人を殺害した。リーダーを失った、マゼランの配下たちは退却していった。 スペインは1529年にフィリピンの領有をサラゴサ条約をもってポルトガルに認めさせた。1543年にはルイ・ロペスでビリア・ロボス率いるスペイン戦乱がサマール島とレーテ島に到着。この島々にフェリペ皇太子にちなみラス・イスラス・フェリピナスと命名した。1565年、ミゲル・ロペスでレガスピ遠ン隊がメキシコからセブ島に到着し占領。 植民基地を作った。セブ島は、ヌエバエスパーニャン副王領の一部となる、レガスピはこのキロに、フィリピンからメキシコに向かう航路を発見し、メキシコとフィリピンの間で、ガレオン貿易を始めた。36。ただし、ポルトガルやフィリピン原住民に、最初の拠点セブを追われ、本格的な支配を開始できたのは、不安でサルセイドラによる1570年の、 マニラ征服と1571年のマニラ市の設置からだった126。当時のマニラには、日本。征服されたフィリピン原住民は、植民地時代の初期には、エンコミエンダのもとで、スペイン人の征服者によって分配され、分配された、徴税権や、労働挑発権と引き換えに、スペイン人はフィリピン原住民に対して、カトリックの布教を行うことを義務付けられたが、 エンコミエンダ製は県住民組織への打撃が大きかったため、17世紀前半に廃止された広大なスペイン帝国の中でフィリピン総督領はメキシコ市を主婦とするヌエヴァ・エスパーニャ副王領の一部となり、ヌエヴァ・エスパーニャ副王のもとで総督を頭とする行政組織が体系化され、州、町、村が行政区画として再編され、総督の権力を監視するために、 アウディエンシアが置かれた。スペインは当初、トルデシアス条約に抵触せずに香料を産出する地を求めてフィリピンを征服したが、フィリピンでは期待された香料は発見されなかったため、交易中継地として扱われることになった。1573年には初めて中国産品がメキシコにまで運ばれ、ガレオン貿易が始まった。 季節風を利用して、年に一隻のガレオン船がマニラからアカプルコまで、太平洋を横断したガレオン貿易により、アカプルコから山を越えたカリブ海岸のベラクルスを中継して、ヨーロッパにまでアジアの産物が送られた。さらに、マニラからは1581年と1582年に、南米ペルー副横領のカヤオにまで、ガレオン船が送られたが、ペルーとマニラの貿易は1631年に、 禁止された。ガレオン貿易のスペイン側からの決済には、メキシコ銀が用いられた。スペインのフアンゴンサーレスデメン動サは1585年出版のシナダイ王国誌で、当時のフィリピンについても言及しており、それによると、中国からフィリピンに絹や陶磁器などが非常に安くもたらされ、フィリピンから中国へは、金製品やスペイン銀貨などが支払われていた。また、 中国の朝廠は1617年の東西洋行の中でフィリピンからの品にフィリピン産のものは何もなく偉人の銀貨ばかりであると記しているスペイン植民地時代に造営されたカトリック教会のサンアグスティン・デ・マニラ教会スペイン入植後浸透した貨幣経済によって現住民はたちまち居住地を借金の代わりに取り上げられスペインからの入植者も増えた 1578年には、近隣の有力なイスラム国だったブルネーがスペインに、敗れたことで、イスラム勢力の力が弱まり、1587年に、マニラ近郊で主張が反、当時スペインで布教していたカトリック教会は、スペイン本国からの仕送りが少なく、ガレオン貿易の収益を重要な資金源としていた、ため、貨幣経済の浸透を止めることはなかった。スペインは、 荒地の開拓を積極的に進めたが、その労働力をフィリピン原住民に頼り、結果としてスペインによる土地支配が進んでいくことになった。また、信者が遺言で土地を教会に寄進することもあり、スペイン占領末期には全工作地の7%ほどを占めるようになった。千五百九十一年、豊臣秀吉は長崎で貿易を営む原田清右衛門の部下である、 原が孫七郎を使者として、スペイン領フィリピンに、日本国への兆候を要求する内容の書状を持って、マニラのスペイン領フィリピンの総督ゴメスペレス、ダスマリニャスへ使わした。1592年、豊臣秀吉によって、衆院選貿易が行われ、日本人が、スペイン商人を相手とする通商が発展していった。貿易に従事する多くの日本人が、東南アジアに移り住み各地で、 日本人町を形成し、フィリピンにも、マニラなどに、日本人町が作られた。1570年には20人ほどだった。日本人居住者も、17世紀には1500人、最盛期には3000人にもなった。大名の高山右近も日本追放によって、マニラを訪れ、フィリピン総督、フアンデシルバラが歓迎している。39。 しかし1633年から順次施行された日本の鎖国例によってこれらの都市は衰えた。この後サルセド総督統治時代8のフィリピンを日本の川旧左衛門が訪れており1671年の皇術筆記ルソンオボ絵描きとして残されている241ガレオン貿易の進展に伴って中国人や日本人が移住しまた黒人が ヌエヴァ・エスパーニャから連行され、マニラ場外に居住区を築いた。特に中国人はガレオン貿易とフィリピン植民地経営にあたって決定的に重要な役割を果たした。1637年には中国人の人口は約2万人に達し、17世紀から18世紀にかけてフィリピン総督による弾圧もあったものの中国人は 現地人女性と通婚してメスティーソと呼ばれる社会階層を築き上げフィリピン社会に同化した。18世紀半ばの3度に及ぶ中国人追放令発令後、中国系メスティーソは地方の商業に進出したが、19世紀のマニラ開港後は総督府の中国人移民省令の影響もあって新規に移民した中国人商人が在来の中国系メスティーソに変わった。 フィリピンには世俗協会よりも修道会の進出が進んだが、修道会もガレオン貿易に積極的に参加し、フィリピン植民地経済を支えた。しかし、全体として高温多湿の過酷な気候条件と地理的な遠隔さ、経済的な魅力の不足から、スペインからフィリピンへの入植は進まなかった。スペイン人はフィリピン植民地下の過程で、 フィリピン諸島全土を植民地化できたわけではなかった。特に南部のホロ島やミンダナオ島のムスリムはスペイン人に対して頑強に抵抗し300年以上にわたってモロ戦争と呼ばれるスペインとイスラーム勢力との間の抗争が続けられた。また、スペイン支配地域でもカトリック化した原住民の反乱が相次いだ。17世紀に入ると政治的にスペインと対立し、 東アジアへの進出が盛んだったオランダ連合を東インド会社によるフィリピン攻撃が1610年、1660年と断続的に行われた。ヌエバ・エスパーニャ副王政府はこうしたオランダによるフィリピン攻撃からの防衛費をも負担した。1603年にはマニラで最初の過人反乱が起きている。1621年から1621年にかけて バンクリボルトが起こった1795年の時点でのスペインが領有したヌエヴァ・エスパーニャー複合領の半とメキシコ市に中心があったヌエヴァ・エスパーニャー複合領はフィリピンのみならず北アメリカの広大な地域を領有していた18世紀に入ると7年戦争の最中の1762年にそれまでフィリピンとの密輸を続けていたイギリス東インド会社によって マニラが占領された。イギリス人は1764年にフィリピンから撤退したが、この事件はスペインによるフィリピン経営のあり方を再考させる一つのきっかけとなり、カルロス賛成のぼる防音改革によって、フィリピンにもタバコの強制栽培、専売制度の確立や、王立フィリピン会社の設立など、 プランテーション農業を基盤とした開発型植民地への転換を目指した政策が導入された。1809年にはイギリスがマニラに召喚を設立した。スペインのフィリピン経営における商品作物の栽培や鉱山開発は失敗に終わったが、イギリス海賊の調領やメキシコ独立戦争の影響のため1815年にガレオン貿易が廃止され、 19世紀初めにフィリピンは、重症主義的植民地支配から、自由主義的植民地支配に移行した。1834年に、マニラが正式に開港、スペインとイスラーム勢力の間で、モロ戦争が継続される中、ホロニと多いたスール王国は19世紀に入ると、スペイン当局やマカオのポルトガル商人、シンガポールとの交易で栄え、1840年代には、 アメリカ合衆国、イギリス、フランスと通商条約を結んだ。スペインは、スール王国に対し、1848年から断続的に攻撃を仕掛け、1876年のホロ攻略後、1878年に講和を結び、以後は、ミンダナオ島の攻略に取り掛かった。スペインは1880年代には、ミンダナオ島のブアイアム王国との戦争を激化させたが、 植民地時代の終焉までスペインが、ミンなナオ島を完全に支配することはできなかった。マルセロ・ヒラリオ・デルピラール、ホセ・リサール、貿易の自由化に伴うアメリカ合衆国や、イギリスとの貿易の拡大は、18世紀以来の高等教育の拡充と合わせて19世紀には、自由主義思想が、フィリピン原住民の間にも流入した。19世紀末になると、フィリピンにおける、 有産階級が成長したことや世界各地を結ぶ航路が整備されたことなどを背景としてフィリピンからスペインへ留学する層が形成されることになった。こうした経験を通じてフィリピンにおけるナショナリズム形成の重要性を感じた。留学生、知識人は徐々に本国政府への改革要求を強め民族運動を展開していった。 運動は当初フィリピン人の神父によって担われたが、1872年1月に勃発したカビテ暴動をきっかけに、総督によって進歩的なフィリピン人の神父や知識人が弾圧されたことは、スペイン当局のフィリピンナショナリズムへの弾圧を強化する事態を招いた。続いて1882年には、マルセロ・ヒラリオ・デル・ピラールによってタガログ語の日刊誌、 タガログ毎日が創刊され、フィリピン本土とスペインに留学したフィリピン人留学生によって、プロパガンダ運動と呼ばれるナショナリズム運動が開始された。とりわけ、ホセリサールがスペインで発表したノリメタンヘレは植民地支配下のフィリピンにおける諸問題を厳しく告発するものであり、民族運動に影響を与えた。1888年にはバルセロナで、 フィリピン人によって結社団結が結成された。1892年には、ホセリサールがフィリピンに帰国して、ダリがフィリピナを結成するが、結成間もなく、スペインに対する反逆罪で逮捕されるなど弾圧も強化されていった。詳細は、フィリピン独立革命を参照フィリピン、共和国初代大統領、エミリオ・アギナルド、フィリピン革命軍の旗。 1892年に、ホセリサール大捕期に、アンドレス・ボニファシオラによって、秘密結社、カティプナンが結成された。本国政府に対して求心的な姿勢を取る。カティプナンは1896年に、武力放棄を決行した。しかし、スペイン政府は、同年ホセリサールを処刑し、本国から軍隊を派遣して、革命鎮圧を図った。一方、革命勢力側は、 ボニファシオとエミリオ・アギナルドの間の主導権争いが発生するなど、革命運動の統一を図ることができなかった。結局、実権を握ったアギナルドがボニファシオを処刑して、スペインとの戦闘に臨んだが、革命勢力、スペインともに疲弊する中で1897年12月に、ビアックナバとアヤが成立し、アギナルドは香港へ亡命する。しかし、 ボニファシオの処刑に見られるように、革命勢力は一枚岩ではなかったため、和訳の成立後も、各地で反スペイン闘争は継続された。詳細は、米西戦争を参照1898年に、ハバナで起きた、米戦艦メイン号の謎の爆ン事件をきっかけに、アメリカ合衆国が第二次キューバ独立戦争に介入、4月に、米西戦争が勃発する。アメリカは、 フィリピンの独立に全面協力することを条件に香港へ亡命していたアギナルドに米西戦争に協力しフィリピン上陸の案内をするよう要請。アギナルドはこれを受け入れ5月にアメリカ艦隊と共にフィリピンに帰国し独立運動を再開。同1898年6月12日に現カウィットの自宅にてフィリピンの独立を宣言した。同年8月13日。 米軍と共に、バニラにあったスペイン総督府を陥落させ、スペインとの戦闘を終結。詳細は、W.History of the Philippines を参照9月15日には、ブラカン州マロロスで革命議会を開催した。しかしキューバ、プエルトリコを電撃的に攻略されたスペインは、1898年12月10日にアメリカとパリ講和条約を締結する。スペインはアメリカに、 フィリピンの領有権を約2000万ドルで譲渡。アメリカ大統領、ウィリアム・マッキンリーは、フィリピン軍諸島は合衆国の自由なる旗のもとに置かれなければならないとする声明を発表したが、アギナルドをはじめフィリピン国民は一斉に激しく抗議。詳細は、米非戦争を参照米非戦争。アメリカ合衆国との間に、米非戦争が勃発する。 翌1899年1月23日にアギナルドはマロロス憲法を交付し、1900年には当時の首都マロロスが陥落し、正規軍は解散、デディラ戦を展開するが、翌1901年3月、イサベラ州、パラナンデアギナルドは米軍に捕らえられ、アメリカの主権を認めざるを得なくなった。1902年までにアメリカ軍がフィリピン主要部を占領し、 アメリカ合衆国の植民地となった。フィラデルフィア・レジャーガミは、米非戦争の2年間で、ルソン島住民の6分の1が殺されたと当時、報道しており、これは約61万6000人に上る。米非戦争には12万人のアメリカ兵が投入され、4500人のアメリカ兵の戦死者と20万人の一般のフィリピン人の死亡者を出した末に、ゲリラ化した革命軍の制圧を続け、 1901年7月にはアメリカ軍の軍勢から民政移管が実現し、1902年7月に合衆国議会で成立したフィリピン組織法を法的根拠に陸軍長官ウィリアム・タフトの主導によってフィリピンの植民地化が進んだ。また、日露戦争において日本は日本海海戦での勝利を経て、ロシア軍もセオドアルーズベルトによる講和勧告を受け入れていた。 時期の1905年7月29日、タフトは来日し、日本の内閣総理大臣、桂太郎との会談の中で、アメリカは韓国における日本の支配権を承認し、日本はアメリカのフィリピン支配権を承認する内容の桂・タフト協定を交わす。桂・タフト協定は、1902年の日英同盟を踏まえたもので、以下の3点が確認された。 1907年にはフィリピン組織法の下でフィリピン議会が選出された。また、米軍はスペイン主権下に入っていなかった南部のムスリムに対しても戦争を続け、1915年にはスールー王国とカーペンター・キラ協定を結んでアメリカ合衆国の主権を認めさせ、フィリピン全土を平定した。1916年に米国議会でジョーンズ法を可決。 同法では将来の独立が宣言され上下2位の立法権を持つ議会の整備や総督以外の行政機構閣僚のフィリピン人化が進んだこうして米国は経済的には米比2国間の相互関税免除を胸とした自由貿易体制を確立し佐藤キビとマニラ朝サを中心としたフィリピンにおける輸出作物モノカルチャー化が進みマニラ朝サ裁判のために ダバオ周辺には日本人移民が導入された。また、公教育の拡充を通して英語の普及が進んだケソンとルーズベルト。詳細はフィリピンコモンウェルスを参照1934年に民主党フランクリン・ルーズベルト政権下で将来の独立を認めるフィリピン独立法イコール対マクダフィー・ポーが議会で可決10年後のフィリピン独立を承認。 1935年5月には憲法が批准され、同年9月に行われた選挙によってマヌエル・ケソンを大統領とした米治治療政府の全軍が降伏を宣言した。すでにダグラス・マッカーサーと共にオーストラリアに逃亡していたマヌエル・ケソン大統領は、その後アメリカ合衆国に渡ってワシントンにて亡命政府を立てた。日本は従来までの統治機構をできる限り、 活用しようとしたが、政治的決定の多くは日本に委ねられていた。アメリカ軍降伏後、合衆国はマッカーサーに直属するフィリピン人のユサフェゲリラを組織して日本への抵抗を続けた。また、1942年3月には農民運動を母体にルイス・タルクラによって福原発風が結成され、中国の人民解放軍を半としたゲリラ部隊を組織して農村に支持を広げつつ、 抗日運動を展開した。ユサフェゲリラは、地主支配の打倒を掲げる福原発布を敵視し、双方の間で戦闘が繰り広げられた。日本の軍政は、抗日ゲリラ討伐のために、隣組制度を組織し、1942年末には、既存の政治組織を解散させて新たに、新生フィリピン法師団が再編された。しかし、ゲリラ運動と、 経済政策の失敗に起因する飢餓が起こり、物資調達のための軍票乱発に起因するインフレーションは、食料不足を加速させ、食料不足に伴って、フィリピン人の急防化と日本からの離反も進んだ。バンサモロでは、日本軍政当局は、スペインアメリカ占領政府の研究資料を引き継ぎ、ムスリム、ヒキリスト教徒、モロをキリスト教徒よりも下に見る態度を引き継いだ。また、 バンサモロにおけるアメリカ軍の支援を受けた抗日ゲリラを不定モロと呼び、その軍事的制圧を目指した。詳細はフィリピン第二共和国を参照日本は民進を回復するために1943年10月14日、ホセラウレルを大統領とするフィリピン第二共和国の独立を認めた。日本はラウレル政権と同盟条約を締結し、形式面では 日本の軍政機が終わった。ラウレル大統領は11月に東京で開催された大統亜会議に出席している。しかし、ラウレル政権はフィリピン民衆の広範な支持を得ることができなかった。さらに、ラウレル政権は戦前からの地主支配の継続を認めたために、フィリピン新日勢力の離反を招き、ラウレル政権側も日本との協力を拒否する姿勢を取ったため、 日本は1944年12月にベニングのラボスとアルテミオリカルテをはじめとするフィリピン独立運動家たちによって設立されたフィリピン愛国連盟を新たな協力者とした。1944年10月20日にアメリカ軍がレーテ島に上陸し続くレーテ沖海戦でも日本軍を破った。1945年1月にはマニラ大虐殺が発生。 1945年2月3日からはマニラ市街戦が開始され、3月3日に米軍はマニラを制圧する。さらにルソン島北部に配送する日本軍を追い詰め、9月3日に日本軍は降伏した。この過程で多くのフィリピン市民が巻き込まれて犠牲になった。日本軍と共に戦ったマカピリは戦闘によって壊滅した。 第二次世界大戦によるフィリピン人の犠牲者は110万人に達した。戦時中のレーテ作戦でアメリカ軍と共にフィリピン機関を果たしたフィリピンコモンウェルスのセルヒオオスメニア大統領に権力が戻り米自治オ政府が復活した。また、抗日運動で活躍した福原ハップはマニラ脱回後には共産党勢力を警戒したダグラス・マッカーサーの意図によって 武装解除を余儀なくされた。第二次世界大戦後も徹底的な迫害が続けられ、新米政権が維持されることになった。第二次世界大戦後、1946年4月の選挙で地主を母体にした国民党、労働運動と福原発布を母体にした民主同盟との選挙戦を制した対日協力者を母体とする保守派の民主党が勝利し、マヌエル・ロハスが 新たに大統領に選出された。同年7月4日、フィリピンは主権を獲得し、第三共和国が成立した。同1946年には、フィリピン航空が民間として、アジアで初めて太平洋を横断する運航を開始。しかし、第三共和国は、経済的に合衆国に依存する構造は変わらず、 軍事的にも1947年に締結されたまい軍事基地協定によって冷戦構造の中で合衆国の反共主義の前線基地として位置づけられ実質的な独立を達成できなかった。また戦後共和国政府は徹底して福原発布を敵対視し,し1948年3月にはロハス政権によって福原発布と全国の民同盟は非合法化され ルソン島では政府軍と地主の支兵と福原発布との間で戦闘が繰り広げられた。ロハスの死後、政権を継いだエルピディオキリ政権は福原発布との和平交渉を行ったが、交渉は決裂した。福原発布は首都攻略を噂されるほどの大勢力となっていたが、これに脅威を抱いた合衆国は、 フィリピン政府への軍事援助を強化し、ラモンマグサイサイ国防省による討伐作戦によって1950年10月には共産ゲリラの司令党だったフィリピン共産党が壊滅し、翌1951年には福原ハップそのものも実質的に壊滅に追い込まれた。1953年11月に福原ハップ討伐の功績が評価されたことにより、国民党のマグサイサイが 大統領に当選した。この年、ABS がテレビ本放送を開始、マグサイサイ政権は福原発布への支持の厳選が大土地所有制にあることを見抜き、農地改革を推進したが、1955年に制定された農地改革法は抜け道の多い不徹底なものに止まり、1960年のセンサスでは1948年よりも小坂実りの数が増加した。 このため、1963年にディオス・ダド・マカッパガル大統領も農地改革法を制定したが、この改革法も実効性に乏しく、かえって農村部での階級対立を激化させる作用をもたらした。1950年代から1960年代にかけてナショナリズムが盛り上がり、1966年から民族主義青年同盟によって、 文化大革命に影響を受けた第二次、プロパガンダ運動が展開され、文化や教育のフィリピン化が目指された。1956年には、日比賠償協定が調印され、日比国交が回復した。1957年には、マグサイサイ大統領が、事故死。後継は、カルロスガルシアがなった。1961年、ディオスダド・マカパガルが大統領に当選。 独立記念日をそれまでの7月4日から6月12日に変更。フェルディナンド・マルコス大統領とイメルダ大統領夫人。1965年に国民党から大統領に就任したフェルディナンド・マルコスは強権政治の下でフィリピンを統治した。1966年 ABS-CBN がカラーテレビの本放送を開始。1968年には 毛沢東主義に基づくフィリピン共産党が再建され、翌1969年3月には、軍事部門の新人民軍、通称 NPA、ニューピー・プルズ・アーミーを結成して、ゲリラ戦を開始し、南部でもムスリムが1970年に、モロ民族解放戦線を結成し、ミンダネオ島で反乱を開始した。百六十九年に腐敗選挙で再選された、マルコスは、 両組織の反乱を理由に1972年に全土に戒厳令を敷き、新社会建設を掲げて、議会の閉鎖、既存支配層の排除、軍隊が政府機能を掌握した。マルコス政権による農地改革は実効性を持ち、自作農が創設され、米の自給もある程度可能になるなどの成果もあり、外国資本の積極導入を柱とした。 経済政策により1970年代を通して年率6から7%の GNP 成長を達成した。1975年、マルコス訪中し、中国と国交樹立。1976年には、ソ連と国交樹立、モロ民族解放戦線と暫定和平協定を締結。1979年、日本のアニメ、超伝磁。 マシンボルテス V がフィリピンで放送され、大人気となり最高視聴率が58%を記録した。当時テレビアニメといえば、アメリカ作品しかなかったフィリピンでは、子供たちにとってボルテス V の登場は、衝撃的な出来事であったと言われる。しかし、民間団体などが、ボルテス V の武器を侍の刀の象徴とみなしたり、旧日本軍の賛美とみなす受け取り方や、本作を皮切りに、 日本企業が台頭してくることを警戒して、抗議、8月、マルコス大統領が、放送禁止宣言をし、国営放送でのボルテス V は放送中よされた。詳細は、朝電時マシンボルテスボルトフィリピンでの評判を、参照詳細は、エドゥサ革命を参照マルコスとイメルダマルコス夫人を、はじめとした取り巻きによる政治の私物化と腐敗政治が、進み、 対外債務の傍聴が財政を逼迫させるなど徐々に政権は危機的な様相を帯びてきた。1981年に戒厳令は解除されたが、1983年に政敵の元上院議員、ベニグノアキノがマニラ空港で暗殺された。これは反体制派の怒りを増した。こうした国民の不満の爆発を受け、1986年2月の選挙をきっかけに、 エドサ革命が勃発し、マルコス夫妻はハワイに亡命。1989年にハワイで死去。新たに大統領に就任したコラソン・アキノは7度のクーデター未遂に見舞われ1989年には軍反乱事件が起き、アキノ政権はアメリカ軍の助力を得てクーデターを鎮圧した。1991年のピナトゥボ火山のフン。1990年に ルソン島中部でバギオ大地震が発生し多数の死傷者が出た。1991年にはピナトゥボ火山が噴火しこの災害をきっかけにフィリピンからアメリカ軍は基地を撤収した。1992年に大統領に就任したフィデルラモスは新自由主義的な民営化政策と規制緩和を徹底し経済成長率の上昇を実現したが他方でこの経済成長は 雇用を拡大せず、出稼ぎに依存するフィリピン経済の性格は維持された。同年、米軍撤退完了。1995年には、各地の軍事反乱が収束し、1996年、モロ民族解放戦線と和平協定が締結。1997年には、ディオスダ・ド・マカパガル死去。1998年、ジョセフ・エストラーダが、 大統領就任するが、2000年会員、エストラーダ大統領を弾劾、市民デモが活発になり、2001年、第二人民革命が起きる。2004年、クロリア・アロヨ、大統領選挙で当選。しかし、その後アロヨは選挙の不正を認め国民に謝罪。2005年には、スビクワンの婦女暴行事件で、中流米兵4人逮捕。不可価地税の引き上げ。2006年、 日本との二国間自由貿易協定が締結される日比有効50周年2010年ベニグの秋の三世が大統領就任2016年ロドリゴロワデューテルテが大統領就任ありがとうございます